さん、はい、今日はですね、野球界プチニュースということで、はい、プチプロ野球ニュースです。で、なぜプチプニュースかというと、はいはい、リアルタイムで実は伝えたいんですが、投稿頻度がちょっと1日2日ずれると、そうなんです、鮮度がなくなってしまうので、そうなんだ、ここで文句言うんだよ、お前いつ撮ってんだみたいな、もう分かってるわって、衣装が同じ、ガタガタ言うなって、この衣装で何本目って、やかましやろ、じゃあ着替えたろかよ、前にって、でもわざわざやったろかよみたいな感じで、わざわざ数えて、帽子も変えたろかよみたいな感じで。そうなので、はい、ちょっとあのギュッと凝縮して、はい、あのまとめてお伝えしたい、ね、したいなということで、はいはいはい、プチプロ野球ニュースというふうに題してお届けします。わかりました。今日はですね、まあ、何チームかお届けするんですが、はい、まずは嬉しいニュース、はい、日本ハムファンの皆さん、はい、現在、これオールスターですね、10人部門中9部門で日本ハムの選手トップです。7人の選手、いやでもね、そのぐらいの実力があるし、はい、そのぐらいの人気者が多いよ。そうですね、いや だと思うよ、魅力あるもん。それとやっぱ試合も、はい、やっぱ日本ハムどうなったかなと思って回すもん、うん、ですよね。そうするとやっぱ打ってるわとか、うん、とかがまた勝ってるわとか、また郡司選手打ってる、タミヤ選手タイムリーだよとか、うん、そうそうそう、まんちゃんフェンス直みたいなはいはい、はい、入れろよみたいな、そう、もう水谷打ったみたいな、そうなん、何本打った、嘘じゃないのみたいな、すごい日替わりで本当にヒーローもね出てきたりとか、はい、あの好調を維持してますし、まあ そうだね、そもそもねやっぱり新庄監督は7人の選手スター選手を作りたいと言っていたのが、はい、もう9部門でトップっていうのはやっぱすごいですね。まあそうだね、うん、まあ、それがまあ直結スターかっていうとさ、うん、まだこれからこう積み上げていくものっていうのはたくさんあるとしても、はい、でも取っかかりっていうかさ、うん、まあ、有言実行という意味では、うん、ある程度達成してきてるよね、はい、新庄監督がね、うん、やっぱ大したもんやな。そうですよね、はい、豊さん一押しインスタグラムにもね写真で載せているもうタミヤ選手 も、ね、人気もで今現在ですけれども、打率も1位、まあそうね、得点圏も1位、素晴らしい活躍。でも言っとかなきゃいけないのが、うん、ここに今川が入ってなきゃ寂しいなっていう、まあそうですね、ことを言わないと今川が悲しむから、ね、このプチニュースでもそうそうそう今川選手の名前は出しておきたいですけれどもね。でやっぱりね好調ですし、交流戦でもいい位置つけてますし、まあそうだね、実際のリーグのパリーグの順位でもやっぱり、はい、あの今2位だから、本当にねいろんなところとトレードしたりだとか、はいはい、現役ドラフトやってても、うん、それを獲得した選手を確実にっていうかさ、はい、戦力にしようとする努力があって、うん、まあ、戦力にしてるしさ、はい、だから大したもんやなと思うよね、あのやり方っていうのは。そうですね、うん、まあ、新庄監督もね今年はインスタグラムで、はい、下から上がってきた選手を明日何番と何番で起用しますっていうふうに言ってみたり、うん、この選手をメジャーリーガー、まあ、水谷選手ですけれども、はい、メジャーリーガーにすべくその成長させていきますとか、ファンを虜にするような発言っていうのもやっぱりいいですよね、はいはい、盛り上がっているっていう、うん、さあ一方でなんですけれども、はい、これ5月が終わったら恋の季節がパタリとというところでカープの話題です、うん、カープ今現在5連敗俺言わなかったっけ、ちょっと若干下がるよって言いました、はい、言ったよね、はい、やっぱ疲れだよな。5月なぜ調子が良かったかというと、はい、まあ、打者部門でいうと、うん、まあ、秋山が出てくれた、うん、それを確実に小園が返す、はい、小園が出たら末金がホームランで返すみたいな、はい、でそれに続いて坂倉選手もっていう、まあ、坂倉がねちょっとね小園とか末金が打たないときに坂倉が打ったりとかする、うん、で相澤をうまく使った相澤、はい、がやっぱ渋い味を出してたとか、うんうん、まあ、そういうところがあるんだ、うん、でも相対的に今、うん、結構疲れてるな。そうですね、今反動が来てる、まあ、秋山がちょっと落ちてきてる、はい、で小園がちょっとあまり打てなくなってきてる、はい、これは打てなくなってきてるって、まあ、言い方変だけども、うん、ちょっと疲労が来てるよね。それはやっぱ打った反動って絶対あるから、ルルルルイに出て駆け回ってた反動がある、はい、で矢野、はい、矢野がちょっと落ちてきたな。うん、だからまあそういう意味では得点力っていうのはちょっと減ってるよね、はい。ピッチャーはね、うん、島内とか完璧だったんだよ、はい、でこれがやっぱこう2試合ぐらいやられたっていうこと、うん、これもやっぱ疲労によるものだとは思うけどもね、ボールはしっかりいってるけども、うん、スピードガンは計測してるけどもキレがなくなってるとかさ、はい、まあ、そういうこともあるだろうし、あとはやっぱ森浦が打たれたりだとか、はい、矢崎が打たれたりだとか、うん、まあ、ちょっと後ろの方に負担がちょっと来始めてるよね、うん、そうですね。でも心配流れ、お心配ご無用ですか皆さん、あのハン、はい、ハン
これが救世主のことも出てきたね。もう藩が救世主ですね。うん、いいよ。いい。でも1枚じゃ足りない、あれなんだよ。はい、足りない。1枚じゃ足りないから、はい、この藩が中身に入ることによって、休ませる。うん、選手を、はい、ピッチャーを。回復してくるから、多分大丈夫だと思う。ピッチャーはすぐ戻る。お、じゃあ心配することはないですね。心配することはない。おそしたら栗林がちょっと疲れてくるけどね。そ、まあ、そこは頑張れと。まあそこは踏ん張ってもらってっていうことですね。いやだけど、まあ、藩の存在っていうのはこれから大きな存在になってくるし、うん、支えてくると思うよ。おそこはもう嬉しいですね。中継ぎを、はい、打つ方、はい、今ちょっと疲れが出てきてる、うん、そうなってくるとあの佐藤二軍で、あの今ね、動画でも ちょっと一押しっていうか、見っけたみたいな、はい、あの選手を上げたりとかしてみてはどうかなと思うんだよね。あの二軍でも、これ3割6分ぐらい打ってる。ぐらい打ってますね。そうそうそう、はい、で、まあ、DH を使うときに、まあ、守備がちょっと不安であれば、はい、DH を使ったら打つだけだったら、うん、打つ可能性があるんだよね。ということは交流戦中使ってみてもいいんじゃないか。もういいんじゃないか。また時期的に上げて、うん、経験させて、うん、一軍ってこういうもんだよっていうのを、うん、高いレベルの環境を見せてあげるというかさ、うんうん、そういうことも 大事かなっていう、うん、そしたらね俺は出てくるのが早いかなって頭のいいことかな、はい、で二股っていう、ね、選手初ホームラン打って、うん、いろいろ経験したし、はい、今二軍に行ってるとかね、うん、だから今上げて経験ちょっとさせてあげると、うん、またこれがね後半になったら戦力になってくるのかなっていうふうに思う。じゃあ今上げて使ってみるにはいいタイミングではあるんですか。いやタイミングだ、いいタイミングだと思う。あのみんなが打てない時に、はい、みんながバカバカ打ってる時に自分だけ打てないっていうよりも、うん、みんながちょっと苦しんでる時に、うん、なんかパカンと打ったら先輩より打っちゃったみたいな、はい、先輩1本しか打ってないけど俺2本打ったぞ、はい、まあ、そういうこともあるし、うん、チームの雰囲気だとか変えるためにもちょっと若い子をパーンと入れてみるとか、はい、まあ、そういうこともありかなっていうような感じがするんだよね。なるほど、うん、だけどこの連敗はちょっとあんまり心配しないでもいいと思う、はい、よかったカープ、うん、勝つってリスクを伴ってやってるからもういっぱいいっぱいでやってるからね拾ってくるもんなんだよ、はい、だからそういうバイオリズムのこう低い位置に入ってるから今、うん、だから交流戦がなんかやっぱり苦手なんだなとかそういうんじゃないんだよ。交流戦の時期変えてもらったら優勝するかもかな5月の前のとかね、そのぐらい楽観的でいいから、はい、ちょうどやっぱり時期的にはね、うん、ちょっと落ちる頃だから、はい、だからこれからやっぱハンがいてくれるピッチャーにはね、うん、でやっぱ若い人でちょっと雰囲気変わると、うん、なんか違う活性化が生まれるかもな、なんかいい化学反応とか、まあ、まあそうだね、なるかもしれない。成長にもつながりますからね、まあ、そうだね、若手の。だからまあだから5連敗してるけど、うん、今後なんかこう落ちていくのかなっていう心配は多分いらないと思う俺は。広島がこう粘ってくると思う。おあと、まあ、6月5日現時点なんですけれども2軍の方の試合で1番指名打者で坂倉選手が出ているということで、これは親子ゲームまあ、まあ、あれだろうな、はい、やっぱこうバッティングの状態を戻したいんじゃないの。まあまあ意欲的だよね。でもね、そうですね、悪いことではない、うん、でも疲れるぞって。確かに疲れはしますよね。まあさあ続いては中日です、はい、これ今トレンドにも上がってるんですけれども、はい、なんと石川昂弥選手が登録抹消、はい、まあ、これ木下捕手と一緒に登録抹消になったので、はいはい、ここに代わって宇佐美捕手と板山外野手が、うん、登録というふうに上がってくるんですが、このまず石川昂弥選手が抹消、まあ、状態が悪いんだろうな。何もちょっと説明とか現時点では理由がわからないんですけど、うん、まあ故障だったら故障っていう発表はあると思うんだけども、はい、まあ、ないっていうのは再調整っていうことと、はい、近々高橋周平が上がってくるんじゃないの。あ、そういうことの伏線なんですかね。まあ可能性はあるよね。うん、あの一軍に、ね、交流戦から上がってきてお立ち台に、ね、上がったりとか打率良かったと最初。まあまあね、はい、だからまあ勝負どころでしっかりして、うん、打ってたけどもね、うん、だからまあまあ状態波があるよな、やっぱな、まだな、まだそうなんですね、うん、波がなくなったら相当恐ろしい選手になるけどね。まだまだなちょっと時間かかるんですかね。まだな、ちょっとあるかもわかんないな、うん、年齢的にも、うん、あとこの木下選手が落ちたというところで、まあ、やっぱり盗塁の部分だよね。まあ、打つのは打つかもわからないけども、はい、まあ、守りという面で19の0でしょ、盗塁、はい、
阻止率が 0.00 中日の戦い方がバカン打った、うん、打ったみたいなんだったらいいよ、はい、2対1とか1対0とか盗塁させなかったらきついよね。相手チームは1塁に出れば必然的にもう2塁もゲットしたもんだと思っちゃいますか。いや可能性はあるよね、そういうふうに思う、うん、だから加藤が被ってて、うん、それはバッティングは気にしたのがいいけど、うん、この前のソフトバンク戦でもシュートバチッ刺したからね。いやだからまあね、刺してくれないと、ね、ある程度はねピッチャー苦しいですね、うん、だから全部とは言わないけども、うん、刺してくれないとね、はい、どうしてももうすぐ得点圏っていうとピッチャーに負担がかかるよね。そうなんですよね、うん、まあちょっとね寂しいというかちょっと暗くなってしまうニュースが続いたんですが、はい、これは明るいです。あの岩崎翔投手が復帰というところで、よかったな、はい、おめでとうございます。ソフトバンク時代がちょっと進行あって、はい、まあ、いろいろこう、ね、食事もしたことあるんだけども、そうなんですね、移籍の時はちょっと寂しそうだったけども、うん、すぐそして肘手術でしょ、はい、いやだから肩身の狭い思いしてたと思うよ、うん、あの2022年のあの1登板で、うん、そのままアクシデントということになりましたから、ね、いやそれで、まあ、トミー・ジョンで、はい、まあ、リハビリもねあれして、うん、いやこのためにめでたく一軍昇格ということでね、よかった支配下契約で、はい、だから力あるからねこのピッチャーは。ですよね、いや力あるしコントロールあるし、はい、先発もできるんだよね、うん、やろうと思えば。あ、中じゃなくってことですね。まあまあね、だからまあどういう使い方になるかわからないけども、うん、まず最初は中かなっていう感じはするけども、まあ早く見たいな、楽しみやな。で今中日の投手ってね、やっぱり延長だったり接戦が多いとどうしても中継ぎに負担が、いや負担だらけだよなってるので、もう投げ方だって気合で投げてるもん。もう最後はもう気ですよね、気だよその中にやっぱり岩崎投手が加わってくれるというのは若干楽だよね、になりますよね、うん、だと思うよ。で、あの岩崎投手のコメントが入ってきています。またここからスタートだと思いますので、より一層頑張りたいという思いでいっぱいです。もちろん苦しい時やしんどい時もあったんですけれど、はい、それ以上に一軍に戻るという気持ちが強かったので頑張れた。なるほどね、一軍は結果が全てなのでしっかりこだわって抑えていきたい。若い投手に負けないようにいいパフォーマンスで投げたいです。翔はない、いくつになった。34歳です。もう34歳になったか。そうなんです。まあでも休んだ分力は蓄えてるはずだから、はい、いけるよ。そうですね、頑張れ頑張れ。いやでもね、中日のファンの方はここからやっと岩崎投手の、ね、うん、ピッチングが見られるっていう、そうそう、これはソフトバンクのファンの皆さんもちょっと嬉しいのかなって、まあ、な、うん、思いますよ、うん、本当にいいピッチャーだったから、うん、いいパフォーマンスを見せてくれると思うよ。ですね、変化球ピッチャーになってたらどうしようかなと思う変わって多分バーン行くと思う。手術もしたし、リハビリもしたし、ね、はい、まあ、頑張ってくれるでしょう。そうですね、はい、まあ、今回はプチプロ野球ニュースということで、まあ、今週だったりこの最近起きたトピックスをまとめてギュッとお伝えしましたけれども、はい、今後もあのなかなかリアルタイムで伝えたいけれども伝えられないというニュースはこういうふうにあの凝縮して、鮮度が落ちちゃうからな。そうなんです、そしたら文句言うからな。もういいか、もういいなので、あの今後もこのプチプロ野球ニュース続けていきたいので、はい、あの皆さんに嬉しいニュースだったりトピックを、まあ、はい、お伝えしていきたいと思います。はい。